オシムさんが来た時はさ、まあ、まだ知らないおじさんが来るわけじゃん。それ強いし、最高にわがままだし。リザーたちどうだったんですか、給与、契約、社会人リングの時はお金は、俺もサラリーマンだったから、サラリーマンの三菱自動車の給料、高卒の、年収だと300万いかないぐらいじゃない、月々12、3万なイメージ、俺は出場給がなくて、勝利給だけ勝った日、プロの半分も、でも1年目出始めた時、ほとんど勝ってない、全然もらってない、で、プロになったのが、まあ、その時も他の人に比べたら多分安い。だ福田さんが言うにはベルディの代表選手が基準だから、カズさんや武田さんの金額が上がっていくと、代表で同じようになってる人間が上がっていくっていう、自分契約の日になった時に、自分一作の半分だったんですよ。速攻電話したんですよ、名前的な高校3年生がクラブの俺の給料どうなんだと、いやこれはないでしょみたいな、17、18人ぐらいのクソガキが、J リーグの強化にこれをやってられないみたいな感じで文句言ったんですよ。じゃあまあアホかみたいなこと言われて、あんだけこうサッカーやめてクラブ迷惑かけてきて、なんでそんなことまで分かんねえんだろうって、結局あの時ね、会議とかで、まあ、久里と阿部は全員一致で、まあ、あげるみたいな、雄斗をどうするの時に絶対トップチームに問題起こすみたいな、あいつ逃げるぜとかクラブの絶対なんか問題起こし、クラブが責任を話していないから絶対あげない方がいいって、もう半分ぐらいあったらしくて、マジかと思いながら、じゃあ結局その給料的には虫里の半分でやらざるを得なくて、はいはい、まあでも案の定やっぱりそれは正解だったなと思ったのは、プロ入って見事に先輩にめちゃくちゃ怒られるっていう練習中喧嘩するわ、先輩たちに対して練習行かないわ、遅刻して電話して、寮じゃないの、寮です。虫里は本当に頑張って起こしてくれるんですけど、また寝ちゃう電話めちゃくちゃあって、電話で出るとマネージャーから練習始まってんだみたいな、っていうのがめちゃくちゃありました、ほとんど最初遅刻罰金じゃないですか、給料ほとんどないです、罰金も買って一回デビューした後の試合かなんかに呼ばれて、チームがもうデビューしたの、チームちょっとだけ出たんですよ、で呼ばれた時にちょうどこうタッチライン上で待ってる時にこう終わっちゃったパターンじゃないですか、ある、あれ出場機もらえないんじゃない、そうですそういうのもあったりとかして、もうなんかムカついてて、それに対してまたかみたいな感じで、その監督がチームが勝ったんで握手を受けるときにパーンってやったんですよ、監督に、はい、来週の監督に、18歳のクソガキがそれでも、まあ、監督もめちゃくちゃ切れるんですよ、自分も切れてるんで、なんでお前が切れるんだよと見ながら、そしたらもうあっさりそこからもう一切ベンチにもできず、はい、でもさ高校生で2回辞めて、はい、1回心を入れ替えたよ、はい、でまた入団して、それでじゃあ3年目、4年目で大島さんが来るわけだ、はい、でもじゃあ3年目で結構出たんですよ、3年目結構出ました、でもプレイヤーとしては結構やっぱ自信もついて、そうですね、3年目やっぱりこう初めてみんなで1週間練習して、みんなでこう JA の試合に出て、勝った時の喜びっていうのを、これがチームスポーツで感じたのが3年目なんですよね、そういや、まあ、いやそんなことない、だって俺なんか全然出れなかったもん、そうですか、当時俺らはまだアマチュアだから、ユニフォーム洗うのも新人だし、迎えに行くのも東京駅とか羽田空港に迎えに行って、ユニフォームを俺らがマネージャーから受け取って帰って寮で洗って、で休みの次の日に持ってかなきゃいけないから、だから誰か一人は休みの日に洗濯物母さんの傘にじゃんけんで決めたりとか、もう完全アマチュアだったから、試合に出るなんて考えられなかったけど、まあ、たまたまね俺も試合に出ることができたけど、そういう意味では全然やっぱりエリートですよ、本当ですか、ここまでやれるのもどうだけど、オシムさんが来た時はさ、まあ、まだ知らないおじさんが来るわけじゃん、はい、ヨーロッパから強烈でしたね、やっぱ今までのそのヨーロッパの監督とは違う、違います、まずあの監督ってシーズンスタートの初日にまずいるじゃないですか、普通、まずその時にいないんですよ、で観光キャンプだったんですけど、まあ、キャンプから新しい監督が来るっていうのを聞いて、なんでキャンプから参加なんだよみたいなのをまず選手としてざわざわするじゃないですか、夜の食事会で今日今から来るらしいよみたいなのを話した時にパッとドアが開いて、すげえでかいの来たんですよなんだでかいもんね、でかいし、めちゃくちゃ顔怖いなと思って、でマネージャー側から監督一言したら、いらないみたいな、うちらはハーってなるじゃないですか、なんか各テーブル回ってるのがこれだけやるんですよ、でこれなんか向こうのこう、まあ、挨拶らしいのがあるのでしょ、それだけやって席ついてご飯食べやすいんですよ、
で、部屋帰って当時、羽生と仲良かった羽生の街にあったんで、羽生ね、うん、なんだあいつとか言ってすげえのキャラとか言って全然しゃべんねえとか言って、今次の日練習になってグラウンドになった瞬間にめちゃくちゃきついんですよ、練習が。午前中練習の時にまずなんか今までやったことない練習が要求されて理解するの全然できなくて、そしたらすごいキレてるし、通訳にもめちゃくちゃキレてるし、2時間かこの人ずっとキレてるなみたいな感じでえ、もう最初からそのなんか複雑な練習だったのか、はい、いきなり通訳もだって分かんないんじゃないですか。今自分と羽生はサブに入るか入らないかの感じだったので、そいつも理解しようとは必死で、うんうん、逆にもう完全に昨シーズンのレギュラーだったベテランの人たちが最初やっぱり試合に出るんですけど、うん、負けた時にみんな30ぐらいオーバーの人たちがバッソみたいにしてるんですよ。走らせて、はい、でもすげえ走ってると思いながら、うん、ベテランの人たちがと思ってもちもち笑いながら見てたんですけど、うん、まあ実際それでキャンプ終わってもちもち追いついていくのもやってたんですけど、まあ、一生懸命何か吸収しようと思って一生懸命やってたら、リーグ開幕してこのままだったらこうみんな怪我で1年間持たないんじゃないかっていうのは選手同士で話が出てきて、休みがないんだよね。休みはないですね。最高2ヶ月なかったし、で予定表もらえないんで、うん、次いつが起きても分かんないし、うん、今日の練習終わってじゃあ練習何時なんて感じなんで、その監督が一番嫌だよね。いやそう言って先が見えないの。ジムさん休みがないし練習がきついっていうのは、体がきついっていうのはもう本当にまあ当たり前なんですけど、うん、頭がまず疲れるんで、練習後だと本当に何もしたくなくて、みんなグラウンドでぼーっとして、筋トレルームに誰か筋トレすることもいないし、グラウンドジョギングとかする人もいないし、みんな疲れて、燃え尽きてんだ、毎日練習で。もう帰ろうって言って、シャワー浴びて、帰って、もう寝て寝るって感じです。もう合宿中からだと思うんだね。合宿中からもう、もうチーズになったんですよ、そうです。さすがにそこで逃げようと思わなかった。いやなんか全然思わなかったですね。楽しいって感覚はあるの？いやなんかまだないのやっぱり。いやとりあえずなんか今まで味わったことないこと練習だったので、うん、面白いなと思ってます、まあ、こんな解釈の仕方があるんだ、このプレーワンプレーに対して自分はこう思うとか言うと、いやいやとかわーって言われるんですよ。そういう言われると、まあ、こういう風に考えるんだみたいなとこがあったりとかして、この辺がちょっと面白いなとは思ってましたね。まあ、俺はまあそういう指導者は当然あったことないですが、まあ、オシムさんのことはみんなやっぱ言うよね。本当にジェフのこともジェフもそれ代表入った人もさ、癖強いし最強にわがままだしでも一試合の試合に使われないベテランとかからもう誰も文句出ないっていう、うん、あそうなんだ。それがすごいなと。なんか俺の印象ではさ、結構上の人たちが首切られてたっていうのさ、はい、ありましたね。まあでもチームの方針っていうのはあったのかな、若返らせるっていう。でもそういう人たちも別に、オシムさんのサッカーがどうのこうのとは言わないんだ、はいはい、あとあれはオシムさんが、うん、そのいう選手のことを考えて、そういう選択を与えてあげてほしいってクラブ言ってるみたいです。このままじゃあ来シーズンジェフにいたら監督の構想では無理だから、1年間あれだけ結果残したベテランを置いておくことによって、うん、彼らのサッカー人生が1年で終わっちゃうんだったら、うん、他の選択肢を与えて違うチームにやらした方がお金の面もそうだし、自分のサッカーには厳しいと思っている時にはなるべく早くする案を選択肢を与えるって、うん、あのリオンさんにさえオシムさんの練習についていけないってジュビロに移籍したんですけど、うん、でもあの監督は間違いないって言ってますし、まあ、別に使われないからきついから悪く言うわけじゃなく、はい、やっぱ言ってることは自分は無理だけど、あの監督はすごいって出てる出てないか限らず、その選手が今のプライベートでどういう問題が起きてるかとかまですごい見てるんですよね。ある結構試合見てない30近い選手がいて、そんな感じだったら戦力外と競争外なので別に気にする必要ないですけど、うん、星野さんはその選手がすごい元気ないっていう風に感じたみたいで、うん、あの宇賀海さんにあいつ最近元気ないけど家庭内なんか あるんじゃないかって前からちょっと聞いとく聞いとけ、実際家庭内なんか問題があってそうなんだ。でそれは結局星野さんがお前のこと心配したと言われた選手は試合に使わないけどそんなところは見てくれてるんだって思うじゃないですか。嬉しいよね。他の人は一切自分のこと興味持ってないのに、だからもう練習一生懸命やろうってなるんですよ。ホテルの食事会議とかすごいですよ、まあ、みんなコーチにこういう面食べじゃないですか、はい、普通こう喋りながら食べるじゃないですか。コーチさんずっとこうやって選手の中見てます。誰が仲いいとか、誰がどういう話をしてるとかどういう表情とかずっとこうやって見てるんですよ。へー怖い怖いですよ結構なんかあるとお前はいつもあいつ一緒にいるなとか、あいつと仲いいのか、
そうするとやっぱ試合とかでもこう一緒にコンビで使ったりとか、もうそういうのもあるかもしれないですね。先生なんだよね、基本的にね。数学の先生で言ってましたね。その時点で分かんないから、なんかちょっと変態なんです、多分。多分ね、もうサッカーね、もうワッキーじゃないけどサッカー変態でね、ピラードのサッカー変態って言ってたから、まあ、サッカーが好きなんで研究して、はい、トレンドをこう探ってるっていうような。で、オシムさんで1年目は結構弱かったわけ。そうです、最終節ぐらいまで1位でした。そうだよね。だからなんか俺その時解説の仕事をしていたから、はい、なんかジェフの試合が明らかに変わってるわよ、はい。で、いつもジェフの試合見てるわけじゃないんだけど、でも時々やっぱジェフの試合をこうやるじゃない。そうすると面白いのよ。変な話、外れがないというか、相手がどこであろうと、はい、いつも同じスタンスでやってて、あれ何ジェフこれって、はい、オシムさんって何、練習厳しいだけじゃないなっていうのが、結果もそうだし、はい、動きで分かるから、明らかに違うなっていうのは、やっぱそれ選手たちも手応えを感じたわけでしょ。いや、めっちゃ感じました、ね、結果も残すのはそうだけど、はい、この人のもてやしたら、自分たちがやっぱ強くなってるって感じだし、一人一人がやっぱ上手くなってるって感じなんで、間違いないなと思ったら、別に休みなくてもいいなっていう感じで。ああ、入るし、はい、お金も入るし、はい、本当そうです。そうだよね。それこそ優勝も狙えるし、うん、まあ、ジェフはジェフでね、やっぱりずっと J2 が続いてるわけじゃないですか。でも、オシムさんの印象ってやっぱ、今でもあるんじゃない？もうないか、さすがに。オシムさんが代表行ったじゃない。やっぱりそこはジェフの本当にもう一番いい、はい、まあ、リスコ優勝して、ね、カップ戦優勝して、あの時俺ピッチリポーターやったんです。あ、本当ですか。で、PK、 そうですね、ガンバ、オジムさんは本当 PK 見ないんだよね。もう見ないですね。そっからも行っちゃったもんね。なんかイタリアワールドカップ、ユーゴスラビア、アルゼンチンの、PK で負けた音で、そっからやっぱりもう PK 大事やっぱりあるみたいですね、だから俺思ったのがピクシーとかさ、もうあの辺のもうユーゴスラビアのスター選手、で、あの人たちがオシムさんのきつい練習に本当についていったのかなって思っちゃったんだけど、はい、でも多分みんなそう言うんだよね。あの人はいいって言うもんね。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。オシムだろ。